時刻8時7分ですさあ木曜日のこの時間はいろいろな祭事イベントをご紹介しています今日ご紹介するのはですねもう何といってもこの夏これが暑いんじゃないかなといろんなところで皆さんもあ,のあれここでもっていうようなねポスターなんかご覧になってるかなと思いますが先日ですね番組では映画ジュラシックワールド炎の王国ご紹介をさせていただきました いやあの恐竜と人間との愛ありそして恐竜と人間との、まあ、ちょっとんですか愛憎劇みたいなのもありそしてこの人間が何でしょうかね欲に負けて自然を破壊してしまうという、まあ、ある意味ちょっと見たくないようなその人間の悪的な心があったりとか。 まあ、映画もすごく楽しかったんですがこの映画もですねもうすごい好調なんですけれどもそうなんです恐竜ブームが起こっておりまして気づいてらっしゃるかと思いますがいろんなところで恐竜イベントが今年は開かれておりますいやなのでせっかくだからちょっとご紹介してみようかとであの近くにいるね子どもたち見ていてもやっぱもう特に男の子を中心にやっぱ興味あるんですね。すっごい すごい好きみたいなんですがまさに今日から始まるのが阪急梅田本店9階祝祭広場で3回目を迎えます恐竜ランド今日からスタートです、まあ、迫力のあるこのジュラシック・ワールドの世界と恐竜の魅力をご紹介するというこれ行かれるという方多いんじゃないでしょうかねもうねすんごいです子どもたちが「わあキヤー!」と言いながら。 で福井県立恐竜博物館ご協力のもと映画「ジュラシック・ワールド」に登場する恐竜の骨格の標本来るんですよ。5体来ますそれも化石も登場するということでなんと皆さんしかもこれ触っていいんですよ普通ダメでしょ博物館とかだと見るだけなんですけど祝祭広場は触ることができるんです。で映画の中でも大活躍をしておりました「ベロキラプトル」というあのブルー という、ね、名前で出てくるんですけれどもこれもだからあのすごいあのまあ言ってみたら恐竜科学者の方とこうコミュニケーションが取れるぐらいのなんなら他の恐竜にその人が襲われてたらこのブルーが助けに行くよっていうようなシーンも映画の中はあるんですけれどもでも大きいです。小さいわけでではありませんブルーも恐竜ですから でその等身大のモデルが祝賛広場に登場するというでこのほかですね映画に登場するこのパークジュラシック・パークのゲートをイメージしたフォトスポットなのでまさにこれからパークの中入っていくよっていう写真がここで撮れたりとかあとクラフト恐竜作りりの体験があります。福井県立恐竜博物館の学芸員の方によります恐竜の標本トークショーというのもあるんです。 聞きたいわこれは今から何万年前のこれっていうねそういう話をですね実際の学芸員の方からなんと梅田に行って聞いてしまうことができるという数万年前の樹脂が固まってできたっていうコパールというものがあるんですがこれをサンドペーパーで磨いて昆虫化石を自分で発掘するという体験があったりするんですって。か渡された子を 石の中にですね昆虫が入ってるんですよで、それを自分でこうシューッと磨いていって発見するというすごい楽しいですよねジュラシックシリーズの恐竜グッズもちろんあります化石の販売もあります充実しすぎておりますなんならこのコパールからサンドペーパーでご自身でっていうか子供たちがね自分の力で昆虫を発掘していくのは夏休みの宿題なんかにもできるんじゃないでしょうかねこれ 阪急百貨店梅田本店9階祝祭広場今日からこの後10時からスタートですそして14日までなんですってこれがもちろん入場無料ですからぜひ遊びに行ってくださいもう一つ恐竜でご紹介したいのがこれがリアル恐竜ごっこもうこの時点でちょっとえど,どういうことリアル恐竜ごっこってどういうこと大人も楽しめますよこちらはこれは脱出系 アトララクションが今キョウセラドームに来ております、えー、物語が設定されておりまして2億年以上前に地球上に生き今なお絶滅の要因がわからない恐竜の再生に成功した遺伝子科学未来研究所エイ利を求めるあまり高額な入場料を取り動物園かのように公開に踏み切ってしまいます。しかしか ずさんな管理体制が原因でなんと最強の肉食恐竜ティラノサウルスとスピノサウルスが見学コースに侵入してしまうという悲劇が起こります脱出するためには一か所しかない出口それをどこかにある鍵を探して脱出しないといけないんですどうしますかちょっとでも遅れたら 襲われてしまうんです恐竜に脅してるわけじゃないですよ皆さん <laughs> これは楽しいと思うあのリアル脱出ゲームはですね今まであのいろんなパターンで全国で開催されておりまして本当にあの大人から子どもまで楽しめて大人だけのチームで行っていただいても楽しいですしファミリーでご家族で参加していただいてももちろん楽しいですし。 やっぱりあの迫り来る恐怖との戦いこれがリアルなんですねまさにリアルごごっこでございますさあ皆さんはどうでしょうか無事にこの未来研究所のこのパークから逃げ出すことができるんでしょうかトライしてきてください、えー、8月の26日日曜日まで開催されております 京セラドーム大阪スカイホーールででの開催入場料が700円です京セラドーム大阪に行っていただくとあの大きな階段上がって正面玄関あるんですけれども、えー、サンゲートかなサンゲートの横にエスカレーターがありますでそれでずっと上がっていただくとスカイホールめちゃめちゃ詳しい、はい、京セラドーム大阪もうほとんども通ってるぐらいの勢いでライブに行ってますからえ週末ね実はライブに行ったんですけれどもその時も開催していてあの 大きな階段上がっていただいたら卵の中から恐竜がほこって顔出したオブジェがもう置いてありました目あ見つけてくださいそこの横にエスカレーターがありますので上がってくださいねということで今週のお出かけ情報は恐竜に関するものピックアップしました